桜井、寺下、森の対戦となった準決勝第2試合は、寺下がダブルスタートの好調な滑り出し。ゲームは第3フレームへ。ここもストライク。このミラーレーンはストライクを2つ続けてきました。田中さん、はい、森早苗ですが、1回戦はストライクを取ってはいましたが、試合の途中までレーンコンディションがつかめなくてとても不安でした、はい、だからこそ曲げずにまっすぐポケットに入れるシンプルなボーリングをしたことが勝因だったと思います。試合前に話していました。なるほど。さあ続いて桜井です。いや、ここは持ってきた。ストライク。準決勝第1試合でも安藤が振り続けてね、オープンから勝ち上がりましたからね。そうですね、素晴らしい戦いぶりでしたね、はい、さあそしてこの寺下はエイツダブル、第3フレームの1投目。さあここも振るか、もうと1本残りました。トップスイング、いわゆる後ろに行った時のボールの持つ高さの位置が低かったので、スイングの弧が小さかった分ボールに勢いがなかったですね。さあここはしっかりと取ってきました。ストライクは途切れましたがスペア、森と寺下はノーミスで来ています。さあその森、第4フレームです。さあ第4フレームの1投目、ここは来た。集中して今の表情も非常にいい表情をしていましたね。今のストライク大事でしたね。そうですね。さあそして桜井、たきたきたー、ピンアクションも良かった。桜井はオープン以外は全てストライクです。まあこの桜井も第52戦で一度優勝があるんですが、それからおよそ8年間優勝から遠ざかっています。2人がダブル来てますからね、はい、ちょっと焦ってますよ。さあその寺下、来た、ここでまたストライク。ナイスボールですね。この第4フレームは3人ストライクとなりました。さあ中盤ダブルできている森、さあ第5フレーム1投目、うん、ちょっと厚く入ったか、と割れた。これは平行ピン残りましたかね、はい、4番、6番、7番ですので、これは非常に難しいスプリットとなりました、はい、さあ一方桜井、桜井も現在ダブル。さあここはどうか、少し薄めだったか。7番ピンが残りました。ここでストライクは途切れました。さあ森、ここは確実に2本狙ってくるか。ん、うん、オープンフレームになってしまいました。第5フレーム、もったいないですけどもね、しょうがないですね、切り替えるしかないですね。そうですね。さあ桜井、ここは7番ピン、ここは大事にしっかりとマークしました。さあ今度は寺下ですね。一度ストライクが途切れましたが、また第4フレームでストライクを取りました。さあここはどうか、と10番ピンが残りました。追いかける桜井、森からしてみれば、寺下がストライクを連続しなかったことはホッとしているでしょうね。危ない、どう、おー、ギリギリ。この後も三者譲らぬ大接戦。